東日都市県は、中華人民共和国の官僚、政治家、重慶市出身。現職は中華人民共和国農業農村部部長、東組初期。1962年8月、重慶市で生まれる。1983年8月に、西南在京大学を卒業後、同年、中華人民共和国農牧漁業,業部に入局。以後、政策放棄士副主任会員。 主任会員、産業政策どころ、副所長、経済調節どころ、副所長、所長、副市長を歴任した。1998年に中央在京指導省祖弁公室へ入局した。女順子院、巡視院、農村組組長、副主任を歴任。2013年6月には国務院貧困扶助開発領土省祖副組長を兼務する。 2014年4月、厚生地網族自治区に移り、自治区等、委員会常務委員権自治区人民政府副主席を務めた後、常務副主席、東組副書記を務めた。2016年7月、中央に移り、中央農村工作領土省祖副組長、弁公室主任兼中央在京、主導省祖弁公室副主任に就任。2017年4月、 党務に転じて、官宿省に赴任し、官宿省等委員会副書記に就任した。同年4月には、官宿省副省庁、省庁代行、省人民政府等組書記を兼任。官宿省第12期人民代表大会第7回会議で5月5日、省庁代行の当人権が省庁に選出された。2020年11月、中国共産党中央委員会は、 当人権が中華人民共和国農業農村部等組初期に転任することを決定した。ありがとうございます。